はい、おはようございます。今日はね、早速このね、キーボードの E31 ね、これ水拭きモードについて検証してみたいと思います。で、まあ、水拭きする前にね、この部屋先にちょっと掃除機かけちゃいたいので、もうね、あれ3台まとめて、サクッとね、動かしちゃいたいと思います。はい、じゃあね、動かしますよ。はい、スタート。はい、3台ね、まとめて今動き出しました。さあ、どうでしょうかね。なかなかすごい光景だよね。はい、今ね、3台で掃除してみたんですけど、E30 と E31 は早々にね、戻ったんですけど、E20 だけがどうもね、空気読めないでそのままずっと動き続けて、今ちょっとスマホの方で停止しました。どっちにしろ充電台今2台しか出してないので、椅子取りゲーム的な感じでね、先に戻ったやつが得するみたいな感じになってますけど、とりあえずこれで部屋の中綺麗になったんで、じゃあ早速ね、これ E31 に水拭きのセットをして水拭きかけてみたいと思います。じゃあね、今タンクにこれ水入れてきました。はい、こんな感じで見えますかね、タンク、だいたいね、150ミリぐらい今入れてきました。まあ、タンクの水入れ方はね、この上の蓋ね、この蓋こうやって開けて、ここからただ水入れるだけですね。こんな感じで水入れました。じゃあこれをね、早速 E31 にセットして水拭きしてみたいと思います。あ、なんかね、ちょっと水入れた段階で今ね、この横の下のね、4箇所ほどが、水染みてきてますね。多分そんな感じでちょっとずつ水染み出しながら拭いていくんじゃないかなと思います。じゃあちょっとね、つけてみますね。はい、じゃあこれね、ダストボックス取って、でこれにね、水入れてるこれに付け替えます。はい、装着完了。じゃあこれでね、動かしてみたいと思います。水拭きモード始まりました。吸引してないんで全然音静かです。全く音しないですね。充電台戻る時の感じ、スーって感じで動いてます。せっかくなんでこれね、 GoPro で追っかけながら、やってみたいと思います。あ、濡れてる。あ、確かに濡れてます。おっと、これ分かりますかね、これ濡れてる跡あるの。これね、拭いた跡が濡れてますね、ちゃんとね。はい、これでちょっとね、見えてるかどうか分かんないですけど、今ね、まっすぐこれ今行きましたけど、行った後ね、これ床濡れてるの分かりますかね。適度な濡れ方だと思います。もっとべちゃべちゃになるかなと思ったんですけど、割とね、そんなべちゃべちゃでもない感じ。うん、あ、いいね、これはいい感じ。やっぱりね、E31 なんで、ちゃんとね、まっすぐ行ってくれますね。これが E20 とかだったら、めちゃめちゃランダムに動き回られるんだけど、E31 なんで、僕はマッピングしながら今動いてるんで、ちゃんとね、まっすぐに行ってくれます。なので、撮影も楽ですね。さあ、狭い隙間もね、結構奥まで入り込んでやってくれてます。ただ、掃除モードと違って、メインとなる部分がね、お尻についてるモップなので、そういう意味では、ちょっと可動範囲が変わりますね。掃除機吸い込むモードの時は、どっちかっていうとね、前のブラシがね、こうメインで、こう吸い込むんですけど、今度はね、これ、後ろのモップね、お尻についてるモップがメインなので、掃除機と同じ動きしてると、
掃除されないところが出てくる可能性はありますよね。ただそれでもね、基本的に全部まんべんなく動いて回転するときにお尻がちょうど深さるので、そんなに気にしなくても大丈夫かもしれない。割とちゃんとね、全体的にモップが当たってる感じですね。こんな感じでね、回転するときにモップが横で、まあ縦向きの動きとは別に回転の動きも加わるので、そこそこね、なんかモップかけられてる感はありますよね。去年レビューした同じくね、水拭きができるロボット掃除機の V8E っていうやつね、あれだと結構床ベチャベチャになってたんだけど、このキーボルのね E31 に関してはそんなにベチャベチャって感じでもないですね。ほんのり濡れてる感じなんですよね。そんなにベチャベチャにはされないけど、なのでまあこれ個人的にはちょうどいい感じですね。じゃあちょっとね、見てみましょうか。意外と水は減ってない。あんまり床ベチャベチャしたくない人はこのぐらいでちょうどいいかもしれない。触れば濡れてるのは分かります。まあこうやってその状態でずっと動き続けるので、水の消費はねそんなにないですね。そんなに水減らない。だからものすごい、ね、広大な床でもやらない限りはそんなに水入れなくても大丈夫かもしれないですね。手でやってもこれ結構いけると思います。メーカーとしてはね、推奨した使い方じゃないかもしれないけど、ちょろっと中の洗剤混ぜた水でこうやるとね、なおいいかもしれないですね、こうやってね。なるほど。階段掃除するときとかいいかもしれない、これね。階段拭きたいとき、こんな感じでずーっと拭けばね。うん、こうやって拭くと、あ、結構いい感じで濡れますね。拭き終わり後のモップはね、こんな感じ。床自体がそんなに汚れてなかったせいもあるんですけど、それでもね、ちょっと黒ずむ感じになりました。で、これまあこうやって取り外しできるので、そのまま水でジャバジャバ洗ってね、また干しておけばまた次使えると思います。こんな感じですね。今日はね、このキーボルの E31 のこのモップね、水拭き機能についてちょっと見てみました。前紹介した V8E なんかは、もっとね、べっちゃべちゃになったんですよ。もう困るぐらいべちゃべちゃになったんで、そのぐらい水の出が良かったんですけど、こっちはね、E31 の方は、そこまでべちゃべちゃにはならないですね。ちょっと、モップがうっすら湿る程度で、ちょうどいいっちゃちょうどいいかもしれないけど、汚れがひどい時には、ちょっと水が、水分が足りないかなっていうね、そういう時もあるかもしれないですね。はい、今ね、水の量ね、最大の水量3でやってみました。結構ね、いい感じで濡れましたね。なのでこれね、水の量がね、足りないって言ってたのはあくまでもね、デフォルトで水量が1になってるからですね。今3でやってみたら結構な濡れ具合なので、これね、結構濡れてるんで、通常で水量2ぐらいにしてやるとちょうどいいかもしれないですね。まあ汚れがちょっとひどい時には水量をね3でやってもいいかもしれない。3でやるとなかなか結構濡れてます。はい、そんな感じです。それでも E31 はこの掃除機モードね、掃除機で吸い取るモードと、このダストボックスのところをこの水拭き用のねタンクに付け替えるだけで水拭きもできてしまうっていうことで、1台でね2役使えるのでお得だと思います。で、値段もね、めちゃめちゃ安いんですよ、これ。この値段でね、水拭きもできて、掃除機もできてね、で、タイマーとか、アプリ起動とか、設定すればね、音声での制御もできるので、かなり便利だと思いますよね。ただ、キーボルの E シリーズの僕の不満点としては、やっぱりこの磁気テープね、この磁気テープ、これね、2メートルのロールを切って使ってるんですけど、やっぱり長さがちょっと若干足りないっていうのと、あとはね、フローリングじゃないとね、これ貼れないので、フローリングじゃないね、例えばラグとか絨毯とかの上だと、これ全然貼れないので、そういうところは制御ができないっていうことになってしまうので、やっぱりね、電波で壁作ってくれる的なね、そういうものが個人的にはね、欲しいなと思いました。床がね、全部フローリングで、全然こういうので区切って OK だよっていう家であれば、
全然あのそれ以外に不満点は全くないので、吸引力もすごい高いし、で E31 に関しては水拭きもできて、で部屋のマッピングもしてくれると、アプリ上でこうね、あの動いたところを記録してってくれるので、自動的にね壁とかあったらそこに壁があるっていうのを認識してくれると。で一度行ったところはねもう行かないような感じでロボット掃除機の方で判断してくれるという意味では頭良くて賢いのですごくおすすめです。で E20 もねそんなに悪いものではないんですけど、やっぱり E30 とか E31 使ってしまうと E20 がねちょっとねおバカに見えてしまうと。ただ E20 に関してはすごいランダムに動き回るので、そういう意味では見てて可愛いですけど、やっぱり実用性を考えるとね E30 と E31 の方がいいと思います。そんなにね値段もね高くないんですよ。 E20 買う値段にほんと数千円足せばね E20 も E31 も買えてしまうので、まあね水拭きが欲しい人は E31 一択ですけど、水拭きはいらないよと、ただマッピングで掃除機はかけて欲しいよっていう方は E30 を選ぶと。でそういうマッピングとかどうでもいいから、とりあえずね掃除機、ロボット掃除機ってどんなもんなのかなってちょっと使ってみたいな、興味あるけどっていう人は E20 でも全然いいと思うので、使い方の用途によって買うものをね分けるといいかなと思います。実際のところ Amazon で購入してもらえばクーポンつけてね、実際の値段よりは確実に安く買えるし、あとこれね購入するときは Amazon のねプライムセールとかね、そういうセールの時に見てもらえると、1ヶ月に1回ぐらいあれやってますよね。そんな時にちょっとね見てもらえると結構値段がっつり下がってる時とかあるので、そういう時狙い目だと思います。はい、ということで今日はねこの E31 について、水拭きモードについて検証してみるっていう動画でした。この動画がいいなと思ったらぜひねグッドボタンをお願いします。あとねチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお願いします。